あ、そうそう、コメントでね、あの新しい街のバーチャル入った方がいいっていうコメントいただきまして、入ってみましょう。あのコメントを、まあ、約1ヶ月前ぐらいにねいただいたコメントなんですけど、およそまあ種取りをしてますんで、およそ 1,2 ヶ月ぐらいの時差が発生すると思ってください、コメントの反映には。これから忙しい時期になるんで、もうちょいあの時差が広がる可能性ありますけど、これレベルがねどんどん5,6,7って増えていくんだったら分かりやすいんでね、ずっとさ同じレベルじゃん。だからレベルが上がったら入ろうかなみたいな感じだったけど、まあ、普通に入ってみるか。で何か出るんですかね。あ、出たわこれまた絶対反対方向に行くぞ、絶対反対方向に行くぞ一回右曲がってから左曲がってる、律儀に俺に姿を見せてくれてるよスティーブン。で毎回レベル4に来たらお前いるとか言うわけじゃないよね。バーチャルバトラーに通って鍛えているのかい、関心関心、そういうことか。何回か入ったらスティーブン出てきてくれるんだね、イベントで。召喚プログラムはきちんと動いているかね。まず大丈夫だと思うが心配だよ俺は。今日も君に渡すものがある。それはデビルアナライズだ。今後出会った悪魔のデータは記録されるよ。役に立つと思うから使ってくれ。もう結構前に欲しかったなそれ。全部渡してくれない、一気に。デビルアナライズ、次に会う時は楽しみにしているよ。わ、結構もうデータを取りこぼした悪魔がいるじゃん。これレベル4じゃなくてもいいんじゃないのか、金の無駄だったかな。レベル1でもいいんじゃない。ちょっともう一回入ってみるか。もう一回レベル4行ってみようかな。どんどんスティーブンが出てくるかもしんない。溜まったスティーブンが。スティーブン消化していかないと。あ、違うわ。これはスティーブンがいないパターンだね。まあ、街に入るたびに、ちょっとクリアしていこう、バーチャルは。さて、戻ってきました。アスツリオ、ベテルギウスとデミナンディを倒し。え?ファクトリーの人々を救いください。あれ?センター南の入り口から地下に入って。あれ嘘だろ ?6191 です。やっぱデミナンディ問題片付けないといけないのか。でも他行く場所なかったけどな。デミナンディの牧場でまだ入ってないとこあるってことか。ベテルギウスの悪行によってデミナンディが暴れ出したってわけじゃないんだ。じゃあ、デミナンディはデミナンディ側で勝手に暴れてんだ。じゃあもう一回、行くか。まあ、この辺だよな。ここ入れんじゃね。あは、突然デミナンディたちが暴れ始めたのよ。危ないわ、近づかない方がいいわよ。これ気づかんて。矢印かなんか出しといてくれよ、矢印かなんか。今日はまた来たわ。あ、デミナンディに襲われてる女の子助けるってイベントがあったのね。いやでもいかんいかん、ちょっと。すべてを矢印で示してくれる最近のゲームに。あはは、ボス扱い。デミナンディさんボス扱いじゃないですか。よかったな、高級肉の仲間入りだな、デミナンディ。これどうしよう、話したらどうなんだろうな、うち味方にデミナンディいるんだけど。話してみるか。あ、それどころじゃない、なるほどね。いや、いかんいかん、ちょっと、最近のね、すべてを矢印で示してくれる、ヌルゲーマーに、ヌルゲーマーという楽園を押されてしまうな。探索が甘かったです、私の。確かにここに入っとくべきだった。これちょっとあれだな、オートでいいわ。所詮食肉。いけるいける。これちょっと強いんじゃないか。あ、よかったわ。所詮ただのデミナンディだった。金丹、デミナンディの金丹いただきました。大丈夫ですか。あなたのおかげで他のデミナンディたちはおとなしくなったわ。ありがとう。あの一頭でよかったのね。他にいっぱいデミナンディぶち殺したけど、今の一体倒したらよかったのね。なんだ、簡単なことでしたね。でもわからんだろ。せめてあのポッチ出しといてくれよ、ポッチ。何にもなかったじゃん、今。この柵も入れないんだろうな、ぐらいに落ちたよ、今。入れちゃうもの、下通過してるもの、なんならこの柵のもう、いやでもデミナンディ探してうろちょろしてたおかげで結構金とかは貯まったね。あっ、ピスタチオ。いや、ご苦労さんお前やっぱ角刈りが鋭利すぎるって。髪型変えてくれ、せめて。多くの人々を救ってくれてありがとう。ピスタチオはどういう立場なんだ。俺たちの上司かな。ちょっといいおべべ来てるもんな、ピスタチオ。ところで君に見せたいところがある。アルカディアエリアへ行くんだ。たらい回しが過ぎるって。そこは千年王国の理想を実現しようとしているエリアだ。ファクトリーで搾取した物資を使って、アルカディアに理想郷を作ろうとしているというわけだ。あれだな。スレイブとかを使って、アルカロイドスレイブとかを使って、そこにはチーズタラがいる。覚えているかい?いや、ちょっと覚えてないですね。
まだ思い出せないなら一度会えばいい。チーズタナにもまだ出会ってなかったか、そういえば。アルカディアへはセンター東の通路を通れば行ける。パスコードは9103だ。9103、ちょっと目を出してくれ。工藤さんね、工藤さん。それだけか、お前。一緒に行こうぜ、ピスタチオ。なんかあれだ、ピスタチオはなんか導いてくれる。いやでもなんか後に一回ぐらい仲間になるだろうな。俺が名付け親なんだもん。一回ぐらい一緒に共闘したいよね。ちょっとアルカディア行く前に、ホーリータウンにもバーチャルが一回あったから、そっちを先にさらっと終わらせていきましょう。アイアンメイデン。なんだこいつ、ウイルススパイダー。敵のレベルも上がってってるな。そうか、バーチャルも一応成長してるんだね。マシン、超ビトマシンじゃねえけど。どれ、あ、弱いな。弱い弱い弱いわ。559。え、めっちゃ経験値めっちゃくれる、アイアンメイデン。あ、ボスもやっぱり強くなってるわ。コープスになってる。え、めっちゃ強くなってるな、ボス。スライムとかじゃなかったっけ、最初。比べ物にならんぞ。経験値めっちゃくれるな、しかも。これやった方がいいかも、ちゃんと。レベル1234全部。どうしようかな。魔力かな。速さも欲しいけどな。魔力、知力かな。魔力で。でもそんな魔法覚えねえんだよな、ホップちゃん。レベル1。まだ続けるイエス。まあどうしよう。確かにレベル、なんか、料金高いかも。センターと比べたら。じゃ一通りやっとくか？レベル1、2、3、4。よし。あ、レベルアップ。美味しい美味しい。まあどうしよう。力。よし、ボスか。え、何かっこいい。グルルか。え、お前こんなかっこよかったの？紫のアホ面のイメージなんだけど。めっちゃかっこいい。なんか妖怪人間みたいになったね、顔が。眠らせたらしまいよ。208。まあまあだね。まあでもこんなもんか。道中の稼ぎはいいね。経験値はかなり稼げる。あ、もういきなりボスか。なんだこいつ、するとインフェルノか。燃えてるね。え、ほっといたら死ぬんじゃないですか、この人。酸欠かなんかで。ね、このランス強すぎる。なんだっけ、スクリューランスだっけ。眠らせるランス強すぎないか。あ、うわー強そう。サイクロプス。殴られたらやばそうだぞ。眠らしてくれ。眠らねえな。あ、やばい、強え。あ、全然昼間ね、しかも。あ、よし、寝た。よし。おねんねしときなさいぞ、これ。めちゃくちゃ硬い。あー、やっと倒した。めちゃくちゃ殴ったぞ、今。数十回。3840! わー、上がるね。え、全然あれじゃん。センターから指示出された討伐悪魔より強いじゃん。あ、2も上がった。いや、速さ。体力ついてきたからな。力上げとくか。おー、取れたてホップも上がらない。いや、でも今の強かったもんな。バーチャルマスターよ。いや、でも眠らせたら勝ちだったわ。やっぱ目1個しかないからお眠なんだろうな。すぐ寝ちゃう。スティーブは出てこなかったけど、これ確かにどの町でも倒したがいいね。3800経験値はでかいよ。アルカリア行きましょう。まあ、ここも同じく通路ですよね。まあまあ、マップ見していきましょうか。もう来た。16マグ。しょっぱすぎる。しょぼすぎる16マグは。うやうやしく箱に入れないでくれ。その辺にポンって置いといてくれ。もう来た。16マグ？え、嘘だろ？え、そういうダンジョン？ 16 マグしかありませんよって。16大好きなダンジョンおじさんが作ったダンジョン、ここ。なんで16マグなん、全部。月齢関係してるとかやめてくれよ。よし。トラップだ。おい、16マグとトラップしかねえ、ここ。ID コードか。もうついちゃった。ちょっと待ってくれ。まあ、とりあえず入れるか。9103、工藤さん。あ、てか、テンプルナイトいなかったぞ、今回。怠慢か？待って、マップを埋めたい。とりあえず16マグしかないとはいえ。いや、16マグ以外の、間違えたわ。16マグ以外の全ての富が集約した1マスがあるかもしれないもんな。あ、来た！トラップかよ。おい、マジで16マグ、16マグ、トラップ、トラップだったぞ。
ちょっと待って。コンプからアルカリに入るの？特殊だね、今回は。今回の街の仕組み。ちょっと待ってくれ。こっちは？なんもないんかい。じゃあここにコンプがあってコンピューター経由でしか入れないんだ。ターミナル経由でしか。アームターミナルを接続してアクセス、ソウルハッカーズみたい。どういうシステム？おお、あ、綺麗だね。これ何？水ってこと？お、いいじゃん。水の街。うわー、洪水で沈みそう、ここ。洪水で沈みそう。お、キングバッスルじゃないか、お前。銅像を見て俺が憧れた。俺はチャンピオン。バルハラ最強の男だ。え？なんで急にバルハラ最強の男名乗ってんの？お前、田舎のチャンピオンだろ、ただの。後ろなんか墓みたいに並んでない？俺のような美しい強者こそ、強者こそ選ばれてアルカディアにいるのがふさわしい。こいつは戦隊抜けてさらにアルカディアに出世したってことか。あのバルハラのチャンピオンからさらに出世して、見ろこの美しい肉体を。全然さらけ出してないじゃん、隠してるじゃん。まさかのこんなところにキングマッスルがいるとはな。銅像では拝見していましたけども、ここなんだ。あ、ここはたあれだな、メシアとターミナルがあるとこだろ絶対。いつものやつだな。毎回同じ構造してんだよ、メシアとターミナルがある建物は。外見こそ違えど中身は同じ。わかるわかる。それここがターミナルだろ、ここ。ほらな、わかってきたな、だんだん俺も。女神転生2が見た目はすごい神殿みたいな。まあでもこの十字架が全体マップでついてたらメシア教会になるのか。わかってきた。おい、もう邪魔だよキングマッスル。マッスルすぎて道塞いでるって、お前吸い込まれちまった今。そこちょうどいい位置に陣取るな。これは罰がついてないからメシア教会ではないと。ガイア教会はどこに息を潜めてんだろうな。だいぶメシア教会幅を利かせてますね。なんだこの綺麗な建物。何ここ、住居。一般のご家庭にずかずかと入ってしまった。一般のご家庭にしてはドアが立派すぎないか。いい建具使ってますね。ちょっと荒らしていくか。勇者の特権荒らし、メシアの特権。何、エロい女が。いいおへそ。アルカディア市民か。私たちが平和に暮らせるのは全てチーズタラ様のおかげです。チーズタラが推奨してんのかな、このエロい格好を。ちょっと古い、これなんていうの、ベルボトムっていうの、このジーパン。チーズタラ様こそ真の救世主です。なんかパンツの上からパンツ履いてないか。俺の言わんとしてること分かりますかね。ジーパンの上からパンツ履いてない、なんという格好だ。チーズタラ様は木々の間を通り抜けた奥の館におられますよ。いいとこ住んでんな、チーズタラ。いいな、俺も木々の間を通り抜けたお屋敷に住みてえな。あ、この今の可愛い女の子の家なのか、ここ。立派な家に住んでるね。チーズタラに囲われてんじゃないの、この子。やだな、チーズタラ。そんな性格のやつだったのか。そんな性格って。女の子を囲うようなやつか。チーズタラって何？男なのか女なのか、もうそれすら覚えてねえわ。外見すら。ドイツにどの名前つけたか覚えてねえ。これも住居か。一般のご家庭。チーズタラだいぶ前世を敷いてるようだね。ここにもいるんだろう、人が。あ、アルカディア市民。この色で統一してんのかな、アルカディアは。お、素晴らしきは我がアルカディア。ここはまさに理想の世界。働かなくて暮らせるみたいなことなんだろうな、多分。昔のアダムとイブがいたような、働かないで暮らしていけるみたいなことなんだろうね。もうこの会話以外得意なしか。木々の間を通り抜けた。だ、このすげえ湖のど真ん中に佇むこの家、あそこもチーズタラの家じゃないんだろうね。普通の家なんだろうね。広いぞ、このキングマスルを避けろ。キングマスルは回避して。めちゃくちゃあるじゃん、家も。あ、待って、掲示板もある。先に家から行くか。家の構造は全部同じですね。おい、チーズタラ手抜くなよ。建築費が安上がりだからっつって同じ構造で全部作るんじゃねえ。我々アルカディアに住む者はこの世の全ての災いを気にせずに生きていける。ただ死の身は避けられない。不死の技さえ見つかれば恐れるものは何もないのだが、不死を望むようになったか。全てに満足した結果。冗長してるね、チーズタラ。いいんですか、こんなので。家一軒につき1回はちょっとコスパ悪いな。掲示板見せてくれ。多分チーズタラをね、来産してるんでしょうね、ここで。 MNN。 ここ普通に地上波届くんだ。あ、俺の話してるわ。
ここでも大々的に宣伝されてる俺の名前が、俺の個人情報が。あれ森の中ってどこ行くんだろうね。ここ通路ってこと？ここも家じゃん普通の。また家だよ。まだあれ、ここいい人住んでんじゃない？割と上位の人が。僕らの救世主シーズタラ様のおかげで何一つ不自由なく暮らせるよ。なのに節まで欲しがる人がいるよ。人間って欲が深いよね。僕は十分幸せだけどね。達観してるなこいつは。一応この地域ではシーズタラが救世主みたいになってるのか。何もなかった。どっから行くんだよ。木々を抜けた家どっかあったか。行くとここっちとか。あ、入れる。いや、わかりすらよく俺今一発で入れたな。もうすげえ、俺よく今一発で行けたね。まあ、チーズたらいいの。ここドキドキする。ついにお耳ですか。家の構造は全く同じですね。何もありませんね。チーズたらの家とはいえ、ここにチーズタラがいるのか。なんだその格好。スーパースターかよ。錦野明みたいな肩についてるぞ、ビラビラが。久しぶりだね、足ずり。僕だよ、チーズタラだよ。チーズタラの名前つけるときなんて言ってたっけ。どんな特徴でこいつに名前つけたんだろう、俺チーズタラって。もう覚えてないわ。数ヶ月前の話。どうだい、アルカディアエリアは。君が行方不明の間に僕はこのエリアを理想の世界に作り上げたんだ。短期間でよくやったなお前。ミレニアムが千年王国の実現を目指しているのは知ってるよね。このアルカディアエリアは千年王国が実現した後どんな世界ができるかのテストケースなんだ。なるほどな。確か今の見せられたら割と千年王国ありかもな。メシア教徒になるのもありかもしれん。ここでは悪魔との戦いも人同士の争いもなく、みんな平和に暮らしてる。いや、目つぶってるだけなんじゃないんですかそれは。世界中がアルカディアのようになった時、初めて千年王国が実現したと言えるんだ。なるほどね。あっちでもここが気に入ったならいつでも来てくれよ。君なら大歓迎さ。なぜ俺はこいつにチーズタラなんて名前をつけたんだ。それじゃアルカディアは大成功だとセンターのピスタチオに伝えてくれないか。でもチーズタラ合ってるかもな。なんかねっとりしてそうだもん、こいつの性格。いやらしい性格。チーズくせえ。チーズくせえ性格してるわチーズタラ。でもなんもないじゃん。ピスタチオにまた話せばいいのかな。俺あのチーズくせえやつと話してきたぞっつって。まあ、今の道じゃないと本当に通れねえんだ、ここの分かりづれえ道。わ、もう、こう、こういうことか、分かりづれえな、もう。で、戻りゃいいのか、ピスタチオのとこに。あれ敵でなくなかったっけ、センターって。ベテルギウス？あれ？人型になってない？さっき倒したやつだよな、ベテルギウスって、あの、ファクトリーで。確か、なんか、色は似てるな、髪の色とかは。そんな服装だった？ちょっとなんかめっちゃでかいやつじゃなかったっけお前。同じベテルギウスだよな。急に出てきたけど。どういう状況今、混乱しています。ママクラウ、そして。ファクトリーのボスのベテルギウスさんですよね。寝ないな、さすがに。どうだ？あ、強えな。あ、ママ強えぞ。でも、まあ、いける。ボートでいける。ベテルギウス人型バージョン。いや、なんか強え。なんかやってる。なんか火吹いてる。だって行動が見たい、こいつの。さっきのファクトリーにいたやつと同じか、ちょっと見極める。避けるね。これ、ボス戦なんじゃないのか。いや、でも普通に今、エネミーソナーが反応して黄色になってたもんな。やべ、普通に強え。あ、普通に強え。普通に強え。殴って。で、ホップちゃんも殴ってもらわなきゃ困んだよな。一旦メディア。メディアが全然回復せんけどもだ。やべ、サモンしといたからよかったか、早めに。甘く見た。あ、いけるいけるいける。いけるわ。あれ、死ぬな。ホップちゃん死ぬな。あ、アギラオか、さっき言ってたの。危ねえな、お前。最強魔法、アギラオ。今更ながらサモンするか。今更ながら。よし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 。やったろ、よーし。あ、やっぱ、なんか、耳元に羽生えてたな。同じだよな、あのベテルギウスと。小型化してる。ウルトラマンの怪獣かよ、こいつら。ダダみてえなこと。人サイズにもなれるってこと。ちょっと待ってくれ。これあれじゃね、センターやられちゃってんじゃねえのか。俺がアルカディア行ってる間に乗っ取られてんじゃないの。ほら事件が起きてる。お、足すり。大変なことが起こった。おじゃないわお前。俺は今びっくりしてんだから。
急いで言うから話してる時間がない。詳しいことは至急に聞いてくれ。お前もじゃあ戦いに行くのかな、ピスタチオも。早く早く。確か一瞬なんか下黄色いな、黄ばんでるなって思ったんだよ俺も。ビヨンビヨンなってるじゃん、エネミーソナーが。早く死去へ。しかもベテルギウスでいきなり強敵ぶっ込んできたからな。この BGM 大変です。ついにセンター内まで悪魔たちが入ってきました。マジか、あんなにテンプルナイトいたのにね。しかしそれよりも大変なことに偽のメシアが現れました。お、いいじゃない、世紀末感出てきたな。偽救世主、人々の心を巧みに掴んでいて、このまま放っておけばミレニアムは混乱してしまいます。まあ、キリスト教のあれに準拠してるな。あの黙示録にな、終末が近づくと偽救世主と偽預言者が現れるっつってね。偽メシアの情報はホーリータウンとバルハラから入っています。また街を回るのか。ホーリータウンに行ってでバルハラにも行って偽メシアを倒せってことでしょ。現在どこにいるのか分かっていません。両方回るってことだな。誰が何のために救世主を名乗っているのかぜひ確かめてください。こうご期待みたいな言い方してるけど、まあ、敵出なくなった。もうピスタチオが頑張ってんのかな、孤軍奮闘して悪魔を抑えてくれたのか。 あ反応してるわ、いるんだやっぱ敵。まずバルハラに行くか。てかホーリータウン俺どっか見逃してんじゃないのかな。ホーリータウンだけターミナルないっておかしくないか、今更ながら。行ったよな全部な、全部回ったと思うんだけどな。ついでだから一回邪教の館寄っといて、あれよ、デミナンディをずっと連れ回してるけどこいつら弱えからさ、これが何になるのか 見定めよう。オーガが作れるぞ、オーガ。おー強いな、ダークニュートラル。攻撃66はまあまあ強い、力11あって、ラクカジャポズムディバインドボイス蹴る、殴る蹴り殴る蹴り、まさに殴る蹴るの暴行。しかし力11か、あれは魔法に弱そうかな。あれ HP あるし盾としてもいいか、オーガありだな。ドベルガーの上位互換で、ドベルガーの落下場を継承してくれるわけだ。全然ありっちゃあり。あ、ラミア、ハンニャがラミアにクラスチングする。紫です、高えな画面の。お、ラミア姉さんエロいね。ジオンが落下場ポズムリ、子守歌、魅惑、噛みつき。攻撃力が高い。ハンニャ姉さん、ラミアにクラスチングしてもいいかもしれんな。よし、わかった。とりあえず、オーガは作ろうか。オーガ。デミナンディとドベルガーで。ドベルガーもね、ちょっと、ハンニャお姉さんができてからは、ポジション奪われてしまったんで、まあ、オーガ出しちゃいましょうか。ぐちやー。あの、神々しい出方したな。わしは邪気オーガ。今後ともよろしく。そう、ラミアと、悩んだんですけど、メルクリウスの合体相手をね、ハンニャと合体してラミアにしてもいいんだけど、ちょランタンがそろそろきつくなってきたから、ダークエルフに、こう、上位互換というかね、いいんじゃないでしょうか。より可愛くなってダークエルフも。妖精のレベル18だし、これで、タルカジャ要員として効率に出せば、ボス戦ははかどるでしょう。うちゃー。いや、神々しいね。私は妖精ダークエルフ。今後ともよろしく頼むわ。可愛らしい。いいね、その太ももが。ベテルギウスもう作れちゃうの。さっき出てきたベテルギウス、こう怪しい、怪しいおじいちゃんみたいな。大丈夫？その辺の街中にいたらちょっと目そらしちゃう相手だよ。強いな。アギラオ・マハラギ・ポズムリ。ハッピーダンス幸せの歌、毒ガス・ブレス。ただバフがねえんだな。まあでも、普通に力が高めなんだ。HP、MP はそこそこ。まあ微妙っちゃ微妙か。あ、微妙っちゃ微妙だな。さっき戦った相手としては強かったんだけどね、敵としてはね。HP が高えんだ。まあ、オーガ作ったけど、当面はハンニャ姉さんで引き続き行きましょう。ちょっと久々に岡本に挨拶しとくか。だいぶ俺も出世したしな。ホホーク、じゃなかった、アスツリオ。お前また戦うんだって。もうなんか俺の噂が入ってる。なんでまたいきなり、一言言ってくれりゃ。何の話？え、どういうこと？え、俺がまたなんかのイベントに出るってことこれ。またコロシアムに出るってこと？そんな話俺聞いてねえぞ。食い違ってる。すれ違ってるな、岡本と俺が。うん。
コロシアムスペシャルマッチ、あ、やっぱりメシア、スーパードライ対ホークコタシズリ。おい、偽メシアってスーパードライなんじゃねえか、そしたら。スーパードライと俺が決闘することになってる、いつの間にか。イカれた女。スーパードライのやつ、あなたを倒すなんて言ってるわ。絶対に勝ってね、ホーク。イカれてるね。年老いた男。でもちょっとあれだな、イベント進むと、バーの会話も変わるみたいだね。スーパードライってやつとあんたと、一体どっちが本物のメシアなんだ。やつが偽メシアだよ、証明してやろう、俺が。コロシアムクリアして。スーパードライはもうコロシアムに行ってるはずだ。なるほど、そうやっても噂になってたんだね。それは岡本もね、俺をセコンドにしろってなるよな。一言言ってくれりゃっつってね。いや、岡本今からでも遅くね、俺のセコンドに立ってくれよ。おっちゃん、おやっさん、おやっさんと一緒に行きたいな、コロシアム行くんだったらな。あの、なんか会話変わってねえかな。マダムのところを逃げ出した科学者のせいでバルハラ中に悪魔が出るようになったらしい。こいつ俺会話してなかったのか。俺もう少し強かったら羽田のジムに入って戦士になろうと思ったんだ。でも入んなくてよかったよ。今じゃ落ち上げた貧乏ジムだぜ。行くんなら岡本ジムかな。新チャンピオンの足取り強いよな。でもダンスなら負けねえぜ。お、俺も結構踊りを認められてるぞ。悪魔界では、悪魔界ではなかなかの踊り手として有名。それまさかまたここに戻ってくるとは。てかホーリータウンの偽メシは気になるな。そうなると先にホーリータウン見た方がいいのかな。いや、こっち終わったからホーリータウンのなしでってことはならんだろう。行っちゃおう行っちゃおう。まさかの2度目のコロシアム。敵出るようになってるな。こっち一応銅像エリアから見とくか。一応ここはホールオブフェイム。まあここはなんか変わってるってことはないだろうな。で、俺の像ができてんじゃない。そういえば足摺りの像がさ、キングマッスル幸運の持ち主か。肉体美の持ち主じゃないんだな。別に棒を見くね。トーマスタンク、フェザーアドニス、ザ・ヒーローの像が目から涙流してる。え、過去の俺だよな多分。なぜ涙する、なんで、怖っ。夜中になると校長先生の銅像が動くみたいな。あ、俺の銅像まだできてないじゃん。早く飾ってくれや。じゃあ行きますか、2度目のコロシアム。まさかの展開だけど、やってきたかチャンピオン。あんたはここでスーパードライと戦うことになっている。その話は分かってるな。イエス。じゃあ行きな。スーパードライはもう中で待ってるぜ。またダンジョンをやるんだよね。また道具集めからだよね。現れたな、失礼。え、いきなりか？偽りの救いの手を伸ばし、人々を惑わすアンチメシアよ。世のため、人のため、貴様を生かしておくわけにはいかん。なんだこの正義の味方みたいな登場の仕方。人心を掌握してる。あ、ちゃんとあるんだ。あの姿はまだ見せてくれないんだね。ダンジョンからか。ちゃんとアイテムも変わってるんでしょうね、おそらく。全部回収していきます。待って、慎重に行け、慎重に。場所は分かってる。あそこだな。よし。これ入ったことないんだ。これもなんかあるんじゃない？これあるじゃん。フリッツヘルム。あるじゃない、いいものが。なんだなんだ。敵も出るぞ。お、やっぱ強くなってるね、敵も。よし、ホップちゃんレベルアップ。バローしよう。視力も、ちょっと速さ欲しいな、速さ。速さ1個上げよう。ちょっとしばらくこれでいこう。なんか犯人よりオーガの方が殴りが強かった。とりあえずアイテム回収だ。それに尽きる。よし、来た。あ、空っぽ。あ、じゃあやっぱ前と、っていうことはさっき拾ったフリッツヘルムもただの弱いヘルムか。俺が拾いそびれてたんだね、まだ。一個だけ。クロックヘルムもうあるから。あ、弱。弱いなぁ。そうか、そうか、そういうことか。でもさすがに装備はないわけね。じゃあもうさっさと行っちまうか。見ろ、あれが偽物偽りの救世主、アンチメシアだ。なんか煽ってるな、観客を。観客を味方につけてるぞ、あいつ。